お疲れ様です。今日はね、まあこれちょっと大変な話ばっかりしちゃっても簡単ですけど、あのうちのさ父親がさなんか病気になったらしいんだわ。マジですか？いや今日たま朝聞いて、本当に。あ、本当に今日聞いた。そうそう、本当に取材置き場に朝行くじゃん俺。はい。朝6時に行っとんだけど今、5時半ってやつを、まあ6時に行って。あ、で、はい。週に1回な。朝会かなんかでしたっけ？うん。朝会ですね。そうそう、朝会。朝会。はい。朝会呼び出して。もう俺も眠たいけどな、あれが。いやー早いっすもんねやっぱり。でもまあそのおかげがすっごい成長してきたけどな、足場もういい感じっすもんね本当に。そうそうそう、いろんなことはね、まあやっていこうみたいな。で1週間に1個目標、もう1個だけでも変わるじゃんやっぱ。はい、コツコツやっていくことが。そうそう、なんか動画でも今日早く帰れました。はい、だいぶなんか3時間近く早く帰れるようになったみたいな。あれ月3時間毎日だろ？毎日だと思いますけどね。毎日はちょっと大げさだな、3名毎日3時間でお前俺は不法労働させてるんだよ。なんかバリバリなんかブラックみたいな感じの。7時までに帰るってお前3時間、毎日10時じゃねえ。そうです、やばいですよね。なんでも俺不法労働どころじゃないぞお前、タコ部屋だぞ毎日10時まで。本当に働かせて。えらいことになりますけどね、またそれはそれで。7時だろ今、6時だった？7時だろ。7時をもう目安にっていう形で。でまあ残ったらもう明日やりましょうみたいな。そうですね。ちょっとね、ほんで本当にまあそれ朝聞いて、まあ詳しくまあ聞いてないんだけど、はい、今からちょっと父親の家、はい、まあ実家だよな、いわゆる。はい。実家行ってもうちょっと親に話聞きに行こうかなと思って、まあ、突然行かんと面白くないだろう。そうですね、やっぱアポなしで突撃した方が突然行かんとやっぱYouTuber 言えんだよね。そうですね、さすがにちょっとさ何にもなしでな行ったら、まあ、ちょっとそうですね、父親と母親がブチ切れ出すの、ね、お見舞いとして最低限のギャラ発生させないギャラ払わなか物で払いましょう。物で辛いなんでちょっと行きましょうか。いや、めんどくさいの曲がってこい。そんなこと言わず一緒に行きましょうよ。せっかく変に突っ込もうとすんじゃねえよ。変に突っ込んでお前爪とのことすんじゃねえよ。行ってこいこれ。いや、一緒に行きましょうよ。なんだってお前社長だぞ。今回行くのはあれですよ、社長の親御さんのところですよ。社長の気持ちいなくていいんすか。じゃあ一つよ、親じゃねえ、はい、むちゃくちゃ言ってます。あんなの親じゃねえ。むちゃくちゃ言うてますよ。凶暴化した鬼ババアとお前、凶暴化した赤鬼と鬼ババアだわ。鬼ババアと赤鬼だってあんなの。むちゃくちゃ言うじゃないですか。はあ、親じゃねえ。人食い族だわ。もう怖いっすわそれは。怖いっすわ。よし、ゲットした瞬間行きますか。お見舞いの品もゲットしたんで。お前もお見舞いの品も一つだぞ。え？サンドバッグ病人のサンドバッグにされるんですか。うちの赤鬼機嫌が悪いとかね。こいつ置いていくわ。食べていいよ。あれですかね、右ストレートとかそういうのじゃなくて、あのドローンが飛んできそうなんですけど大丈夫ですかね。切り刻まれそうな感じがするんですけど。ドローンで細切れにされそうですけど。ドローン飛んでくる。さあ、まあ、行ってみようか。行きますか。うわお前たわけや。やばいっすよこれは。これえらいことになってますね。さすがにうちの親は赤鬼でもお前赤鬼と鬼ババアでもそれ食わんで。もう汗かいたがやお前のせいで。いらん汗かきましたね。いらん汗かいた。か実家に戻ってくるのはあれ以来ですかね。正月じゃなくてあの後に目の報告で。ああ、そうか。最近だな。結構最近ですね。こんばんは。なんだ。え？なんだ。佐藤です。失礼します。失礼します。バカンテン。こんにちは。どうも。はい。どう？病気は？病気？何の？病気は？何の病気だと思う。病気ない？尿道結石。元気そうだね。元気と金の夜。落ちとるとそうなる。うん。で金の夜。結構ね、そういう病気出てくるの。石がたまる。11時半頃か。金の夜。夜。あの11時半頃な。うん。要は熱帯夜かなんかでこう釣ったか釣った時あるじゃん。でもそんな感じかなと思ってたんだ最初は。あ、ほんならもうその時痛みともろだろうと思ってたんだ。まあ熱帯夜なんか知らんけど。夜ね。夜釣ったみたいな感じだったもんね最初。いつまで経っても痛みだと思わないもんね。これなんか今まで経験したことないんだ痛みだなと思ってさ、
うん、それはいかんなと思って、うん、お金が悪いから、ね、半分こう起こすものない。夜の夜中に。夜だわ。12時過ぎだわ。で、母ちゃん起こしてる。もう、うん、痛いんだけど、まあ、これお母さん起こして病院連れて回すしかねえなと思って、うん、で病院行って、うん、で調べてもらったら、うん、医者も若い医者だもんでエコーかけるじゃん。うん、で救急車で行ったの？いや違う。お母さん教えてもらって。あ、夜の12時に？エクサイカー病院な。うん。で緊急？救急みたいなの？緊急のあるもん、ね。うん。あのこんなのゼリーだの言ってからエコーで調べるやつあるじゃん。うん。こうやってこう。体の中見るやつ、ね。うん。あれに止まって。で、どこが痛いですかって。ほんで、いろんなとここうされて叩いてるんだけど、で、うん、診断してくれたの。うん。で、右の裏とか打ったら、で、行って、結局、それでエコーでもちょっとわからんもんね。なんであれ。うん、体見るやつをね、シチンじゃないですか、あれ入って、うん、あれ見て、うん、昨日でこれ輪切りして見るじゃないですか、うん、でその時に白いなんかちっちゃい何ミリかの白い石が点が見えたらしいよ。どこにあるの？腎臓の中では。腎臓？腎臓ってしっこ作るとこだよね、うん、そこのとこに腎臓の中にその石がたまあってちっちゃい、うん、数ミリのちっちゃいもんだよ、うん、で行ったらねで正面取ってくれて尿と取る検査するってやってくれないのに、うん、尿も出んのだろ全然。うわ全然したくてもその場で、うん、あの先に尿検査しますからって、うん、出んもんで、うん、で出ないし言って、ほんだらしばらくその待機室のところでベッドで寝とったんだ、うん、でだんだん痛くなってくるんだもん。お母はずっと待ってたの？お母は待ち合わせだ、うん、で1時頃かでずっとそこでベッドで寝とって横になっとったんだけど、うん、あまりにも痛くて もう痛くなって、うん、で呼び出して看護師さんに、これやべえわと思って、うん、なんとかしてくれって、うん、あのナースコールちょっと呼んで、でそれからあと10分ぐらいしたら処方したんだな、痛みだけど、ほんで痛みだけど、どうですか？腎臓の中に誰でもできるんだこんなもん、うんうん、しょんべろ持ってたもんって、うん、でそこ で医者に呼んで看護婦さんが座薬と飲み薬の両方持ってきて、うん、で座薬入れますって言って、うん、血抜けて肛門とか何の座薬の痛み止め痛み止め、はい、食感性だもんで、うん、でそれと俺から飲み薬と両方飲んで、うん、でこれ打ってから6時間後30分ぐらいからあの効果が出ますで、うん、とりあえずベッドで寝てここで待機しておきなさいって、うん、でずっと待っとったらそのうち検査が分かったので、うん、じゃあ尿量何時間経ったっけ？俺家帰って言ったの3時半ごろ。3時間、うん、うわでだから先生みたいな若い女の子の先生があって、あ尿道結石ですわって、うんこれはちっちゃなもんだよ、うん、そのうちその膀胱の方に落ちて痛みが止まるかもわかりませんって、うん、って言って、あ、そうですか、俺もまだ痛いから、ほんで薬飲んどるんだけど、でも多少は痛みが止まっとるんだ、薬の、うん、薬の痛み止めだもんで、うん、ほんでもうずっと痛いし、家帰っていいと思うんで帰っていてもまだもや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 しとるの、うん、で今日の朝起きた時、もう薬が切れる時間帯なので、うん、朝ももっと痛かったんだよ。病院までな、帰って、うん、朝起きてから、朝6時頃起きた時に、うん、で起きた時にまだ痛いもんで、うん、で薬飲んだ、うん、で薬飲んでそれから病院行ったら、うん、で先生が、あ、こんなもん大丈夫です。こんなもん1ヶ月もしたら落ちるから大丈夫って。ちょっと言われて安心して、うん、もう1ヶ月以内に多分落ちると思いますで、うん、そのままそれレントゲンで見て その次の日は見に、ね、尿だけ検査してもらって菌とかなかったらえらいことなもんで、ね、それ調べてもらったら何ともなかったもんで、うん、とりあえずもうこれ大丈夫だから、うん、1ヶ月ぐらいして、うん、多分落ちると思うんで石が、うんうん、あの膀胱の方に行くと思うんで、うん、大丈夫だと思いますって言われて、もしそれでも痛かったらまた来てくださいって、うん、でとりあえず俺薬今日朝1回飲んだっきり、うん、全然今痛くない。あそう、うん、痛みだけ飲んで、うん、朝水道家飲んで、いやいや水も飲まずにそのまま飲むんだけど、それはもう水飲まずに飲める薬だもんで、うん、飲むときは薬で飲むだけで、うん、症候とか症候前とかそれ関係ない薬だもんで、うん、とりあえず飲んだら6時間は絶対置いてくれって言われて、草の方が、ね、副反応がなんかあるんじゃない、うん、あんまり飲みすぎると常時きつい薬だな、痛みだよね、そうそうあんまり痛くないの今はね。だって流れていくんですよ、
膀胱に入ってや流れてくる。そうそう、そのまましっこと一緒にペロッと出るんじゃない。そのうちそんな、あ、そのままほんとちっちゃくてもちゃう。ほんとのもう数ミリだよ、ちょっと。こいつそのことはいいけど、こいつ悪いんですけど。あ、何？面白くないんじゃないですかね。言ってないです。ね、ちょっと面白くないわね。面白くないんですか。言ってもないです。あ、父親なんかとっても面白くないんじゃないですか。そうだよ、そうだ、病気の話なんか面白くないんで。何しに来るの。何しに来るの、もう迷惑だったよ。悪い状態なくて。いや、言ってないです。言ってないです、言ってないです。ちょっと本当だったよ。あれは。予定来るでしょ、私の予定は。もう散歩の時間だわ、私の。うんちまったんだもんね、俺は。あったら戻してくれ。戻してくれ。困ったもんだって。お腹なんか戻してくれ。誰がそんな大場なこと言ったら。誰がそんな。いやいや、心配しとったよ、みんな。ああ、ありがたいじゃん。朝行って。うん。このクソ、このクソエイジのことを。それまあ、年だから。あ、明後日は来るんか。いや、わかんないです。で、今日、で、病院行くときにさ、俺、巡車で行ったんだけど、病院まで行きたいから、巡車自分で来いで。で、途中で翔くんと会って、コンビニ。今日、巡車行ったの？巡車行って。大丈夫だわ。それ、痛いときだけ痛いだけ。全然、そんな痛くなかったもん。普段は痛いから。その話長ない？まあぼちぼち尺もあるんで。そうだったもんで。だけど、薬みたいなのはあるの？早く出すような薬みたいな。いや、そんなのは痛め止めじゃない？鈍痛って書いてあっただけだって。まあ、で、それだけ飲んで、水を飲んで。で、2種類もらって、強力なやつと、こっちは強力だから、もうどうしても。よっぽど痛かったらこっち飲んでくださいって言われて。石出すやつないの？ねえ。しないんですよね。こんなの死に出るで、要は、物がちっちゃいんだよね。あ、ちっちゃいでいいんだもん。あ、ミリとか何ミリがちっちゃいや、微妙なやつだもんで。だって、自然に落ちるって言ったもん。落ちるときに痛いんだよ。あ、そうだ。もうすぐ痛いんだよ。それは尿道のとこ通るから、それが痛いの。ほんでも、病院行って、診察受けて帰るときに、なんかここら辺がピピッと痙攣起こしたんだ。話も長なってますんで。何か痛いことあるの？はい。ちょっと、9月にですね、関東出店控えてますんで、シーリングと足場屋さん、まあ募集したのまだ、はい、結構もう決まったとこで、何社か集まったとこで、そうですね、それでもまだやっぱちょっと足りてないんで、はい、まあ値段とうちの価格と、そうですね、シーリングの防水だ、防水シーリングと足場、足場をメインで、足場なんかよく多いんだろう、いやそれが結構集まってないらしくて、まあまた、ありがとうございます、チャンネル登録よろしくお願いします、せーの、またね。本当に困ったもんだな、お前。本当に完全に魂売っとるな、お前。突撃で来るじゃない、今度は。ね。もういい。また病気治ったらすぐ来るわ。今度出て。あ？今度出て。出てやな。同じ方向に来て。あ？うちには今度出て。あ、だって。いやだって。だったら親子の縁切ってくれじゃん。切る切る。親子の縁切ったらまあ帰ってたわ。逃げとこんわ。もえ親子の件切るか、もえもえ、小林のせいな、俺何度なんだろう、なんでやだって、もうカメラ持ってくやだって、ここ来んかったら、ネタに困ったらここ来なんか。やだ